この技クラフトシリーズというシリーズ名にはボスが長年培ってきた音作り、技術、クラフトマンシップに対する情熱という意味を込めています。それを表現するために日本語の技というキーワードを使いました。全てのパーツの選定から回路からもういろんなところまで見直していくと、簡単なモディファイじゃなくてもうほとんどカスタマイズというレベルにまで達しています。最初は SD1、BD2 に少し何かを足すだけでできるんじゃないかと考えて始めました。ところが実際やり出してみると細かいところがどんどん気になりだして、全ての回路や部品などを見直さないと気が済まなくなってしまいました。実際音のキャラクター自体をいじって変えてしまうことはすごく簡単なことなんです。でもこの SD1、BD2 すごくよくできているので、その音のキャラクター自体を変化させてしまうことはしたくないと思いました。今回こだわっているのは歪みの本質というような部分です。それは例えばバンドアンサンブルの中での存在感であるとか、例えば弾き手だけにしかわからないような細かいニュアンス、そういった部分にこだわって作っています。過去のアナログディレイをただ単に復刻するだけではちょっと面白くないなと思いまして、今現代の音楽シーンを考えてみました。そういった音楽シーンに有効的に使えるように、もちろん音質にもこだわって、かつディレイタイムもしっかり長く取ったものを作りたいと思いました。 BPD を使ったアナログディレイというのは必ずクロックノイズという、ノイズ源が問題になることがあります。そのノイズに対して強い回路、また基板レイアウトを一つ一つ最新の注意を払って設計し、検証を行ってノイズが入らないように設計しています。ディレイっていうのはどこにどういう使い方をしても正解がないし、実はそれが正解かもしれないし、それは音楽の可能性を広げる、そういったエフェクターだと思います。この DM2W が出てすごい使われ方っていうのを僕はすごく楽しみにしています。この技クラフトシリーズは本当にエンジニアにとってはもう妥協のないものに仕上がっています。これはもうぜひギタリストであれば試してほしいと思います。やっぱりエフェクターってすごく奥が深くて、そして自分でも弾いてみると非常に楽しいです。もうこれからもずっと新しい良いエフェクター、音にこだわったエフェクターを作っていきたいと思います。